今回の立ち火祭、総括していただいてどんなご感想をお持ちですか？そうですね、結構油絵科はギリギリまでというか、開始の本当にギリギリまで制作してたりとか、設営自体が、前日から主に始めてたんですけど、みんな結構、追い込みの長い制作だったので結構どうなるかなというのは心配してたんですけど、ちゃんと形になってくれたのはすごく良かったなと思います。で、作品もそれぞれ、なんて言うんだろう、ほぼそこまでこう込み入った指導とかもせずに自由に表現してもらってたので、実際にこうやって飾ってみて、作品としてどういう風な見え方してるのかなっていうのもこちらも分かることができて、でそれぞれやっぱり自己表現にを追求した形で、この立ち火祭を、に参加してもらったので、やっぱりこう、それぞれの中での問題意識みたいなものがちゃんと発展しているっていうことと、表現として、技術的にも向上しているっていうのがやっぱり良かったなっていうふうに感じました。はい、これから賞決まっていくんですけど、先生が個人的にお好きな作品と、ご感想をいただけたらありがたいんですけど、もちろん全ての作品が良作だと思ってますし、力作だと思ってるんですけど、そうですね、リボンのああいう作品ですか、僕の趣味ってわけじゃないんですけど、こういう作品って、他の作品も実はそうですけど、今しかできない作品、今の、17歳18歳でしか作れない、なおかつこう、精神的にもそうですし、人間としてもそうですし、これから大人になっていく過程 の、の表現としてすごくこう、純粋である点とか、そのなんか、美しさみたいなのはこういうデコレーションにも現れているなと思ってて、で作品としてのクオリティっていうのにはまだまだ全然問題はあるんですけど、こういうことをやっていく中で自分と向き合って、でそれを残していくっていうことで、例えばこれを10年後見た時に何を感じるのかとか、20年後30年後っていうふうに、アーカイブされていく作品だと思うので、それはなんかこの世代この特有の感覚がうまく表現できているなというふうに感じました。はい、